こんにちは。はい、こんにちは。皆さん見たことありますか、ここ。見たことあります、ね、いや、ないかもしれない。ない。うん、ここは秩父駅。秩父駅。西武秩父駅です。今日はブリヂストンさんのゴルファー向けイベントがあってですね、はい、そこの体験をしようということで来ました。はい、普通に来ました。うん、なので体験しましょう。ね、体験しに行ってきます、はいはい。わざわざクラブも持ってきた。じゃん。この格好で電車に乗ってきました。じゃあ行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあやってきました、ブリヂストンゴルフセンター、はい、テストセンター、テストセンターにやってきました。今回も、はい、ご案内していただけるのは清水さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はボールフィッティングイベントということで、どんなことをやっていく感じですか。はい、普段あのゴルフボールを企画する機会ってなかなかないと思うんですね、うんうん、あのゴルフクラブのフィッティングって非常にどのお会社さんもやられててですね、お店とかでよくあの比べることができるんですけど、ボールはやっぱり飛ばさなきゃいけないので、うん、なかなかそれをする機会っていうのがないっていうのがあの現状です。まあ、そこで実際に打って体験していただく機会を、うん、あの増やしていこうということで、あのこのテストセンターにアマチュアの方を実際に呼んで、まあ、プロのようにですね、あの打ち比べていただいて、データとともにこうあの比較していくと、でぜひ自分に合ったボールを使っていただきたいと、そういう機会を設けるために、作ったイベントです。打ち比べってドライバー、アイアン、アプローチ、パターみたいな感じですか。そうですね、データを計測するのは主にドライバーとアイアン、あの今回はあ、まあ、代表的なアイアンということで7番アイアンやってます。アプローチはテストセンターのグリーンを使って、まあ、いろんなところから自由に打っていただいて、まあ、そのスピンのかかり方とか感触とかを確かめてもらって、知りたいね。知りたいですね。やっぱ合ってるボール、うん、どういうものなのか、うん、今日はそれを、はい、判明していこう。判明していきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはあれですか、ウェッジから。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どんな風にやっていくんですか。ですね、こちらにボールを用意しました、はい、我々の、はい、ツアータイプ、プロが使うようなボールですね。ツアー BX というものと、はい、ツアー BXS、S、はい、X の方はしっかりした打感、うん、こちらは、柔らかい打感でスピンのよくかかるタイプですね。あとはディスタンスタイプですね、はい、ファイズですね、はい、これはよくそのアマチュアの方、ヘッドスピードの少し低いようなアマチュアの方によく使っていただいているボールなんですけども、でそれの間になります新しく発売した GGR、 これがちょうどこの間にありますので、まあ、これをちょっとスピンの順番でいくとこうですかね。なるほど。はい、でこれでこう打ち比べていただいて、はい、まあ、あの自分の好みのところを探していただくと、はい、ツアー B、 ツアー B XS から、はい、打ってみたいと思います。気持ちがね。このちょっとボールが低く出て、はい、こうフェースに食いついたような感じがある、はい、感じられると思うんですけど、はい、それがちょっとスピンのかかった感じですね。はい、スピンのかかるときはだいたいボールが低く出ます。ツアー BX、はい、見てみますね。なんかこっちの方が好きかも。ちょっとしっかりした打感だと思うんですけど、この当たった感じがすごい好きかもしれない、はい、次は新製品だ、 JGR。 あ、わかりますか。浮きます。あ、そうですね、こうちょっと優しくふわっとそう言ってくれるイメージだった。そんな感じ、はい、プロが使っているようなボールは先ほど言った通り低く、うん、低く強めに出てしまうので、はいはい、あのアマチュアの方なんかだとちょっとこうコントロールしにくいというか、うん、もうちょっとこうふわっと高く優しく上がってくれた方が距離感出しやすかったりもするので、はいはい、そこは結構好みがあったりします。ふわっとちょっと上がる感じ。入ったスプリン。JGR ぐらいだと、はい、そのスピンがかからないっていうわけでもないので、うんうん、まあ、プロとそのディスタンスタイプのちょうど中間ぐらいなので、はいはい、まあ、程よくスピンもかかって優しく上がってくれるみたいな、あのところになります。ちょっともう一回こっち行ってみていいですか。はい、ちょっと低く出ちゃう。低く出るけど止まります、やっぱり、私やっぱ低く出してアプローチしたいんで。
困りますね。こっちの方がやっぱ安心感が私はありますね。上級者の方はそういう方が多い。タイガー打つとかもちゃんとその低くボールが飛んでくれることっていうのはまず最重要で、全然球筋が違いますね。全然低く出ますよね。じゃあファイズも、ファイズも、いやこの黄色い感じ打っちゃいたくなる。お結構ね、前から転がしてく。でも思ったより乗りました。もっとポーンっていっちゃうかと思ったんですよ、はい、ディスタンス系だったので。それを心配してたんですけど、思ったより乗りました。なんかうまく打てたと思うんですけど、やっぱ行っちゃうのが私やっぱ怖いですね。コロコロコロって、うん、なんかちょっとまだ止まんないのみたいな。XS はちょっと重たすぎる感じがするので、はい、X の方が、そうです、 X の方がまだいいかな、はい、負けちゃう感じ。ああ重さに負けてこう開いていっちゃうんですか、うんうんうん、たまにあるんで、はい、硬いっていうかそっちの球だと、なのでもうちょっと優しく感じにしたいな。これを元に今度はアイアンとドライバーをデータで見ていただきましょう。はい、はい、お願いします、はい、次は7番アイアンから測定していきます。左のツアー BX、はい、こちらを、から打っていきますね。はい、はい、ツアー BX から。はい、じゃあもう先ほどあのアプローチで気に入っていただいたボールですね。はい、あ、やる気いいですか。あ、いいですね。何ヤードぐらいですか。120ヤードぐらい飛ぶんですか。ちょっとよくしていただいた方がいいですかね。キャリー112、トータルで120。あ、そのぐらいですか。どうでした。はい、とてもいい条件だと思いますね。はい、ポイントとなるのはスピン量でして、これ6431回転。はい、これがですね、とてもいい数字です。へえ、はい、LPGA 女子プロの平均はだいたい6600回転ぐらいなので、はいはい、ほぼプロと同じようなスピン量がしっかりかけられているということになります。ほう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 。すごくいい、いいクラブの入り方というか、しっかりスピンをかける打ち方ができているということになります。ここでですね、ツアーボールじゃないボールを打ったら、この条件がどう変わるのかちょっと見ていただきたいですね。そうですね。JGR を打ってみます。似た感じで打てました。はい、これが最後打ったのはこれですね。はい、6200回転ですね。お、最初のやつが6000回転ですね。はいはいはい、でキャリーが115、はい、トータル126、はい、先ほどのツアー BX よりも少しスピンが減って、うんうんうん、キャリーとトータルが少し伸びますね。この6000回転っていう数字は、皆さんやっぱり女子プロほど硬い厳しい条件でプレーされてないと思うんですよね、はい、そうするとじゃあどのぐらいだったら許せるの、うん、っていうところになると、うん、僕たちはだいたい6000回転ぐらい7万円でかかってれば、はい、どこのゴルフ場行っても、大抵しっかり止まるでしょうと考えてます。でそうするとこうギリギリ OK っていうところですね。ファイズとかになっちゃうとまたちょっとまたさらにスピンが減ってきちゃって、うんうんうん、今度は少しちょっと止まりが不安になるようなところ、はい、ちょうどこう JGR っていうのは間を取ってくれて、うんうんうん、距離と止まりのバランスのいいところで収まってくれてるような、打感も飛んだなって感じはしますね、はい、あ、そうですか。ちょっと弾いてるのもあるし、くっついてる感じもある感じがしますね、はいはいはい、少しこうコントロールしやすいのに、こうしっかり飛んでくれてる、そうですね、あ、うん、ありがとうございます。そんな感じがします。本当にじゃあ X から、はい、X ドライバー打ってみます。
んでないと思います、それは。191。重要なポイントとしてはですね、この打ち出し角度とスピン量になります、うん、打ち出し角度 16.3 度、これ素晴らしいですね、うん、はい、特にヘッドスピードの少し遅めの方っていうのは、はい、打ち出し角度が上がれば上がるほどやっぱりキャリーが稼げますので、うんうん、はい、これは高い方がいいですね、はい、で宮里藍プロなんかも14度とか 14度15度ぐらいで打ってますので、はい、すごくいい数字だと思います。でポイントはこのスピン量ですね、はい、3300回転ちょっと多いですね。うん、これが少し下がってくるとよりこうランが稼げますので、はい、うんうんうん、こう同じキャリーでももっとこう200ヤードに近くなってくると、はい、うん、完璧ですか。回し物みたいですね。2300回転、はい、はい、お、飛んだ、はい、じゃあもうこっちにしようかな、やっぱり。お、ホンダっぽい感じ。207ヤード。さらにスピンが減って1900回転ですね。すごい、ボールで20ヤード変わる。本当にやっぱ飛んだ方が嬉しいですね。平均のデータを比較するとこんな感じなんですけど、うん、これが、ツアー BX の、はい、データですね、うんうん、3100回転の166ヤードを189に対して JGR になると2200回転までスピン量が減って、うん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 、距離はさらにキャリーで10ヤードプラスで、飛距離は200ヤード超えた、うん、でファイズになるとさらにそれが低スピン化が進んで、はい、キャリーはそんなに変わらないんですが、この低スピンの分もうちょっと転がってくれると、うん、感じですね、はい、なので飛距離で言えば、まあ、ディスタンスタイプのファイズがやっぱり一番飛んでくるんです ね、うん、そうですね、はい、なんですがアイアンでは先ほど言った通り、少し6000回転を切ってしまうので、少しこう止まりが不安な部分もきっと出てくるだろうと思います。それで考えるとちょうどいいところとしてはこう JGR の、うん、はい、アイアンでもしっかりその理想的な条件に近くて、ね、ドライバーでこうより飛んでくれるところですね、はい、フルショットの条件だけで言えば、うん、今日のおすすめとしては JGR が一番いいと思います。そうですね、はい、あとはそのアプローチのフィーリングとかスピンとこう自分でですね、こうまあ重要な方を決めていただくという感じですかね。やっぱドライバー200はやっぱ飛んでほしいなっていう気持ちがあるので、これだけで番手がやっぱり変わってきますか。そうですね、やっぱ JGR がいいかなって。でもかっこいいアプローチ打てるよ、ツアービー。まあ、そうなんですけど。そうなんですけど、まあ、JGR でもコントロールはすごいさっき打ってみて良かったので。あ、はい、あこのイベントってずっとやってるんですか。やっとですね、このイベントは6月にあと1回ですかね、はい、で多分9月とか10月とかも3回ぐらいやる予定ではいますね、はい、まあ、毎年多分6回ぐらいはやってるイベントになります、ね、ブリヂストンさんのサイト見てれば大体分かる、はい、うちのウェブ会員になっていただくと、はい、その募集のメールが行きまして応募していただいて当選すれば、ここで実際に体験していただける、はい、ということになります。登録は無料です、はい、当選できるように、はい、ね、祈って、はい、祈って、はい、登録してください。この施設が秩父にしか今現状ないので、うんうんうん、やっぱりどうしてもあまりにも遠くに住んでる方というのはちょっと来づらくて、うん、そこはちょっと申し訳ないんですけど、うん、これからですね。そうですね、こういった活動が広がっていくといいなと、はい、いいです、いいですね。これで全然スコアも変わってきちゃうなっていう感じはしますね、はい、このボタグランとか。これ普通の方はこう何々プロが使ってるとか、やっぱりそういうこのイメージの先入観だけでボールを選んでしまうので、ちょっとやっぱりスコアとしては損してる方が多いですね、うん、ありがとうございました。たくさん勉強させていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しかった、はい、じゃあイベントはまたやっていきますので皆さんぜひ参加してください。はい、お願いします。登録をお願いします。じゃあ、はい、純ちゃんに一番合ってたボールがプレゼントされます。イエーイ、はい、JGR ぜひ使ってください、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。私の合ってるボールは JGR でした、はい、使ってみます。